はい、どうも、ゆうねいです。こちらはね、前回前々回あたりに登場した、ひげ米付き。今、昆虫ゼリーを、まあ、昆虫ゼリーというよりも、昆虫ゼリーにね、まあ、味付けしたジュースの方を飲んでいる様子です。まあ、肉食性ではありますが、どんな昆虫も甘いものが好きな様子です。まあ、こちらにもね、まあ、バナナをトッピングしておいたので、このウリハムシちゃんも頬張っております。うん。で、まあ今日の本題はね、こちら。アメンボちゃんでございます。このハエをね、このハエをね、餌として与えたいと思います。ちょっと悪いですが、ハエには悪いですが、まあ人柱ならぬハエ柱としてね、ちょっとその命を捧げてもらうとします。このアメンボはちょっと陸に上がっているので、まあアメンボの飼育においてもね、ちょっと陸地がある程度必要なので、まあ陸地をね、陸になる部分を用意しているのですが、ちょっと入ってもらいたく、よしよし、まあアメンボはね、こんな風にしてもがいた獲物がね、まあ、脱水門をね、利用して餌のありかをね、探知するので、はい、捕まえた。前の短い足はね、このために役立つのです。ちょっとここからじゃよく見えませんが、アメンボの口である口吻がね、まあ多分突き刺さっていると思うんですが、ちょっと見えづらいな。ちょっとなんでか見えにくい。ちょっと照明が悪いのかな。まあ今ね、まあ消化液を、まあこのハエの体内にジュルジュル、まあドグドグ流し込んでね、まあその肉を溶かしていると思われます。まあそうやってドロドロになった肉とね、まあ血液とかそういうもの自体をアメンボは吸っていくのです。うん、ちょっと見えにくいですが、刺さっているみたいですね、口吻が。まあ糞っていうのはストローみたいなね、口のことです。それをブスッと突き刺しているのですよ。ハエも動かなくなりましたし。お、ちっちゃな米付き虫ちゃんも、昆虫ゼリーにね、夢中になってくれている様子です。
まあこちらのヒゲ米付きも同様ですし、まあこのでこちらにいるでっかいカミキリムシは、まあ、ちょっと今は沈黙。では本日はここらでしまいにしたいと思います。まあこちらのハイドリグモにはね、まあ別にいい餌を用意しているので、またそれは後日動画にあげたいと思います。まあそれではここもう本当にここまでにしたいと思います。それではまた。